なしたくないという思いでおりましたけれども、どうしても皆さんにはカルマというものを知っておかなければならない。しかし皆さん方はカルマというものが何であるかということを知らない人が多いのでございますね。口先ではカルマということをよく業とかカルマとかよく言いますけれども、そのカルマというものはどこに存在しているのかと言いましても、カルマがあるというのはどういう意味なのか、これがわからない人が非常に多いわけでございますね。で、我々の日常生活がそのままにしてカルマなんです。で、我々の一日一日の中にカルマは存在しているのであって、その他にカルマというものが存在したためしはないんですね。カルマというのはすなわち皆さん方が過去世で犯した罪なんです。そして根性というものはその刈り取りをさせられているわけです。刈り取りなんですね。で、皆さん方の一生というものはみんなカルマでございます。で、皆さん方一日一日に起こっている出来事、これもみんなカルマでございまして、カルマの法則に順応して人間は今存在しているわけです。で、それは必ず自分が蒔いた種は刈り取ると、蒔いた種は必ず刈り取らねばならない。悪だろうが善だろうが。だからそのカルマにはいいカルマと悪いカルマがあるんですね。善業というのと悪業というのがあるんです。で、皆さんの一生というものはカルマなんです。それは一日一日起こってくるもので、偶然に起こるものは一つもないということなんですね。そのことが分かれば皆さん方はそのカルマの上塗りをしないで、その行くんですけれども、で、そのカルマにはカルマの上塗りというのがあるんです。で、我々はなぜそうなるかと言いますと、我々は毎日が収穫であり刈り込みであり、そして毎日が種まきなんです。で、皆さん方はの一生はカルマの刈り取りであると同時にカルマの種まきをするわけです。で、そこで過ちを犯しますと、そのカルマが余計多くなった、刈り取るどころか多くなる人がおるんですね。そうすると第一世また生まれてきて、自分の犯した罪、すなわちカルマの刈り取りをさせられるわけです。例えば人に騙されるのもカルマです。騙すのもカルマです。で、皆さん方離婚するのもカルマなんです。そのように病気になるのも一つのカルマなんですね。そのカルマというものは皆さん免れるものではないんです。普通は。しかし免れる方法が一つだけあると。なぜ私がそのカルマの話をあまりしないかと言いますと、カルマというものは真我に属するものですか、自我に属するものですか。自我に属するものなんですよ。自我で生きる限りカルマから逃げれるものは一つもない、一人もいないということなんですね。だからあえてカルマというものをあまり話したがらないというのはそこになるわけです。すべてカルマカルマでカルマに溺れて押しつぶされたんじゃない、たまったもんじゃないということなんです。で、皆さん方カルマの克服というものは真我に到達するしかないんですよ。で、そのことをイエス・キリストは、疲れ果てた者は私のもとにいらっしゃいと、あなたのお荷物を下ろしてあげましょうと。そのお荷物がカルマですから。で、皆さん方カルマの大きさに押しつぶされる人もいるわけです。とうとうその自殺行為までする人も出てくるわけですね。死んだ方がマシだと、あまり犯したそのカルマが大きすぎて。で、皆さん方の今の環境、日常生活の環境はみんなカルマですよ。偶然に皆さん方はここで話を聞いているのでもない、ここで話を聞いているのもカルマなんです。偶然にここに来た人は一人もいないわけですよ。偶然に来た人は一人もいない。で、カルマの刈り取りをしに来ているわけですよ。そしてそこで完全にそのカルマの刈り取りをして、その昇天するかしないか。カルマがある限り昇天できますか、できませんか。できる、できない。しかしですね、皆さん方真我に目覚めますと、カルマはすべて一度に刈り取ることができます。刈り取ることができるんじゃなくて全部消滅するんですね。カルマというものは光じゃなくて闇ですから、光の世界に入っていくと闇であるカルマは存在できないということなんですね。だから真我に目覚めなさいと。真我は光ですから、そういうことを常に申し上げておりますけれども、皆さん方はもう今